やハロー、どうもこんにちは。はい、現在11月4日月曜午後2時25分ですね。はい、今日はうちの母休みでね、ちょっとお友達と出かける言うて出てったんで、その間に今ソードアートオンライン14を見たんですけども、びっくりした。ほんま録画ボタン押してすぐ帰ってきたんで、あれと思ったらなんか予定が来るって、なんかお友達が家の鍵をなくしたかなんかで入れへんから帰ってきた言って、なんやそれって。で、今コインランドリー出てたんで、僕もね15時半3時半にはちょっとあの母校に向かわなあかんのでね、とりあえずこの間で15話ギリギリ見れると思うんで見ていきたいと思います。ということで、もう自己紹介をもう名前だけ。はい、僕はマジ大道芸人ハマーと言います。一生瓶乗ってジャグリングしてハーモニカ演奏してタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主です。はい、現在ほぼ無職状態となっててね、アニメリアクションに真剣にね取り組んでますんで、ぜひ詳しくは全て説明文をご覧ください。はい、そして来年の9月にはでっかい発表がありますんでね、お楽しみにということで、いきましょう。ソードアートオンライン15話 D アニメストアです。いきます。3、2、1スタート。ほんま危なかった。エンジェルビーツ最終回の二の舞やるとこやった。これはアスナとの思い出を回想してんのかな。世界の終焉の瞬間？あ、家か。夢ね。ナブギアが。あ、ここか、サムネイル。あれ？今のって所沢や。所沢知り合い住んでます。あれ？あ、これ妹か。あれ？エルフになってるやん。お、青いエイルさんではないか。フェイトゼロのエンディング好きです。これ妹か。え、エルフになってます。何今度、エルフのゲーム行くの今度。これ1話？
一応やな、これ。あ、似てないよねって、そうやね。知らんねんもんね、いとこやってこと。言うてたな。すぐっていうの？道場あんねや。構えが。そっか、2年前に辞めたな。2年だけやってたと勘違いしました。SAO の中の何経験値ってここにも生きてんの？あ、負けた。ヒースクリフって誰やねんってなるわな。ああ、ついついここにしまってまうんや。なーに？ナーブギア交点とかちゃうやろな。
アスナか？アスナ見つけたん？そうか、アスナの意識はそれは戻る。まあオープニングでもそうやったな。所沢。あ、近かったね、ほな、アスナは。チャリで行ける距離なんや。あ、勇気あすな。あ、こういう字なんや。これなんでキリトは目覚めたんやろう。おやさん、あれ、オープニングに映ってるやつやん。小安武人さんかな。アスラと結婚するとか。そうな、婚約者おったんや。何ほなこの菅生信之とキリトでアスナの奪い合い。そういうことかな。何やこれは。なんやこいつ。
なんやねん、こいつ、腹立つ。おい、何やこいつ。腹立つな。さ、へこむわな、そら。これ意味が別に捉えられるぞ、これ。え、これ妹、これキリトンこと好きなんか。あ、ほな、あ、そういうことか。天才やないか。なるほど、カズトの方がいいとこだったね。そうか、逆や思ってた。そうか、知ってたよね、ほんなら。
あらあらなんかちょっと急展開すぎるな。いや、谷間丸出しやけど、これ気づいてハーってなるんじゃん。かわいい。ん？お？お？新着メールがあります。すごうか？イギル？イギルから来たで。あれ？アスナや。え？どういうことや？ Look at this。え、どこだこれ。すぐ花の声優さん誰？母ちゃんって井上京子さんかな。あ、竹田彩奈さんか。すぐ信之小安さんやね。あ、遠藤彩さんやったんか。あれ、遠藤彩さん最近何回見たな。あ、宇宙戦艦ティラミスや。リージュ注意や、宇宙戦艦ティラミスの。ハルナ、ルナ。エンディングからしてすぐ歯がヒロイン。妖精たちの子。あーってことは何やろ、新しいゲームでも入んのかな。よいしょ。ちょっとあの すぐ歯ってどういう感じかだけを見たい。竹田つあやなあの字しか見ひんかったんで今。ああ、なるほどね。ああ、思った通りやった。はい、ということで、うわぁ、めっちゃピンボケしてる。すいません。どうやって直んねん、これ。まあなんか予想ではね、その、アスナを探す物語かな、思ってたんですけども、おった。しかも、チャリで行ける距離やったね。で、ちょっとあの、このスグハがヒロイン、ぽいですね、今度はね。あの須郷信之はなんやねん。ちょっとごめんなさい、あの話よいわからんかったんですけども、とりあえずアスクルちゃうわ、アーガスはまあ当然潰れたと。でその SAO のサーバーをアスナの親父の会社が引き継いだから、私がアスナの何アスナの命をつないでるんだよ、フフフみたいなこと言ってたけど、須郷これ会社が終わってるかな。要はサーバー引き継いだから、いつでもその、何？だから SAO の内部のことを知ってたってことね。で、アスナの、何？
意識を今繋いでるのは私だみたいなって、そういうことかな。で、何、両親の前ではすごいあれですね、いいやつを演じとるわけね。で、知らんとこでは、何、アスラと法的には結婚できへんからとか言ってたけど、どういう法的に結婚できるの意味がようわからんかったけど、アスナ17歳やし、法的に結婚できんちゃうのと思ったけど、あんな人結婚してほしいないわ。で、親はその何、結婚しようとしてることとかも、いやそれは知ってんのか。ドレスを着せたり言ってたもんね。まあ、とりあえず一言で言うと、何やあいつは。何やあの菅生信之は。急に授業って、腹立つ。ほんで、すぐはね。これはなんかいきなりちょっと破壊力高いの来たね。あの手つなぎデートかな、肩車した時にあのアスナをあの時どこだったかな、妹がいるっていう話して、いとこやと、でも妹はいとこであることを知らないって言ってたから、あの僕はあの妹がいとこやと思ってたんですよ。違ったですね、逆でしたね。キリトがいとこやったのね。なるほど。で、さっき言った10歳の時になんかバレて話したって言ったかな。それをだからキリトがSAO の中におる間に、母ちゃんがスグハに喋ってたから、スグハは兄ちゃんじゃないいとこやっての知ってたから、そういうことね、諦めちゃダメだよって言いながらもなんか己に言い聞かしてるみたいな。あー、なんかちょっと複雑になってきたなこれは。まあいとこ同士は結婚可能ですもんね。複雑な時だなこれ。そやけど1週間後に結婚するというこの都合を何としてでも阻止してほしいな。ふざけたことをね、ちょっと抜かしやがってって感じなんで。狙ってんのかな、その社長令嬢やから養子に入ることになるとか言ったけど。さあ、そして最後のエギルから来たメールにアスナの写真が添付されてたのが意味がわからん。これだからあれか、 SAO のサーバーに繋がってるどうのこうのやから、どうなんやろ、また新しいゲームでもできてんのかな。なんかオープニングで全員エルフになってたけど、ちょっと今のところわけわからんな。うん。まあということで、とりあえず今回の感想、すぐ歯の破壊力がやばい、すごなんやねん、以上です。うん。ということで、ちょっとね、もうあと35分後にはもうあの母校に向かわなあかんので、この辺りで失礼してます。はい、今からまたサムネイル作ったらなんだかんしないといけないんでね、アップロードだけしてから行きたいと思います。はい、以上ソーダアートオンライン15話でした。ちょっともう挨拶ももう今回はなしで。はい、よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。以上、マジラジオ君に浜でした。最後までありがとうございました。最後ピンボケしててごめんなさい。それでは。